はい、こんにちは。カジ社の、公式 YouTube チャンネルカジムービーナビゲーターの安藤です。皆さんこんにちは。今日は、東京湾の神奈川県横須賀市にある、シティマリーナベラシスさん、来てます。でね、こちら本当にこう見ていただけたかあるように、もう大きな船いっぱいあったり、まあ水の方もね、船を置けて、まあ人気のマリーナになってます。で、このマリーナの方でちょっとこう新しいサービスを2021年今年から始めたっていうことなんで、今日ちょっとお話伺いに来ました。はい、それでは、シティマリーナベラシスの小原さん、今日いろいろお話聞きたいと思います。皆さんこんにちは、シティマリーナベラシス小形です。小原さんこんにちは。どうも。今日も素敵な感じで、ありがとうございます。明るい笑顔でいつも癒してくださってありがとうございます。ありがとうございます。で、小原さんこれね、はい、今回、これレンタルボートかな、このサービス始めたってことで、はい、これすごいですね。月会費2750円。はい、安っ。はい、皆さんに気軽に始めていただきたいと思って、はい、安い価格で始めました。はいはい、これ、まあ、簡単にシステムを紹介していただくと、はい、これまず入会金、はい、これを2万2000円か、はい、で払って、はい、でその後、まあ、月会費2750円、はい、で借りるときに、またそのレンタルボート代みたいのをお支払いする形ですよね。はい、そうです。でもこう今免許をコロナになってから取った人っていうのはすごい多くて、2020年かは7万人ぐらいボート免許取ってるんですよね。そうなると、まあ、取ったからいきなり、ね、船買うのもなかなか大変だと思うので、特に若い人なんかにはいいですね。小原さんこれですね、借りられるボート。そうです、鈴木のフェイバスというボートになります。これフェイバスちょうどこのサイズも小さいし、免許取ったばっかりの人でもこれだったらなんか気軽に運転できそうですね。そうですね、私も取り立ての時これ運転したんですけど、はいはい、すごい操船しやすかったです。小原さん免許持ってるの。はい、さすがですね。でもこうちょっと気軽にね乗れるしいいですね。で、このお隣がもう一隻借りられるボートになるわけですね。はい、こちらの隣がファースト23っていうヤマハの船になりますね。ファースト23、こちらも23フィートだから、まあ、本当気軽に乗れる感じのボートで、で船外費が115馬力、はい、でこれ今パッと見るとすごく釣りの偽装とかついてて、これ魚探とか GPS もついてるんですか。はい、ホンデックスのものがついております。ホンデックスの魚探がついてると、そしたらもうここのね、あたりでちょっとね、レンタルボート借りて釣りを楽しんでっていうことも気軽にできちゃうと。そうですね。なるほどね、いいですね。あ、小原さん、このレンタボー、はい、もう一つポイントがあるって聞いたんですけど、ぜひそこも教えてほしいですね。はい、そうなんです。もう一つポイントが、こちらのヨットをレンタルできます。マジですか。このレンタルボートは結構あるけど、ヨット借りられるとこ少ないですもんね。はい、あまり見ないですよね。で、このじゃあこれヨットは、ね、30フィートぐらいありますよね。そうですね、31、はい、31フィートの Y31、 Y31、このじゃあ本格的な、これも中もキャビンとかもあるし、はい、このクルーザーヨットのレンタルも同じ会員になれば、はい、ヨットでもボートでもどちらでも借りられちゃう。はい、なれちゃいます。それお得だな。なかなかないんでね、ほんとぜひヨット乗ってみたい人にはいいんじゃないかなと思います。小原さん、それでね、レンタルボート実際利用するときっていうのは、まあ事前に電話とかで予約してネットで、でここに受付でこう来ればいいわけですよね。はい、なるほど。こちらのポート代を記入していただいて、はいはい、チェックリストも、はいはい、お渡ししますので。なるほどね、はい、じゃあ安心して借りられますよね。はい、でこの辺にはこういろいろ開示とかもあるし、でこの天気情報もあるんで、初めての人も安心していろいろねできるんじゃないかなと思います。
で、このレンタルボートの方もシャワーだとかトイレっていうのも借りられるんですか？はい、もちろんです。じゃあもうこの素敵なね、マリーナでレストランもあるし、と、あとこういったマリンショップもある。いや、こちらのマリンショップもすごい充実してますね。こういうミストラル、ヘリーハンセン、まあ、ほんといろんなブランドのマリーナあって、こうレンタルボート借りに来た時にでもこういうものもね、ちょっと買い物もできるし、記念にね、いいっすよね。で、この大方さん、はい、これ何ですか？これ、ホットなものが、はい、お酒はやっぱ必需品かなと思いまして。ドライバーの方以外はね。そうですね。そうですね。これでも結構このチョイスは誰がされたんですか？これはもう完全に私の趣味です。大方さんの趣味でしたが、もう僕もじゃあここに来るときは車じゃなくて電車で来るようにします。大方さん、今日本当いろいろお話聞かせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。ということで、私も会員になっちゃいました。よー、大方さん、またね、じゃあ早速利用させてもらいますから、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お待ちしてます。はい、じゃあお問い合わせはこちら。ありがとうございました。ありがとうございました。